次はこちらの漢字です。訓読みは、はじ、はつです。皆さんも読んでみてください。はじ、はじ。はつ、はつ。音読みは、しょです。 みささんも読んもでみてくださいこの漢字は七角です。 一、二、三、四、五、六、七、もう一度書きます。一、 ななそれではこの漢字を使った例を見てみましょう。訓読みは 二つあります。はじとはつです。はじ、はつと読むときの例は、はじめ、はつはる、はつみみです。はつみみとは、初めて聞くことです。音読みは、しょです。よく、 名詞として使われています。書と読むときの例は、初任給、初代です。次はこちらの漢字です。訓読みは、まかです。皆さんも読んでみてください。マカ 真っ赤。音読みは、にんです。皆さんも読んでみてください。にん、にん。真、ま、にん。この漢字は、六角です。 一、二、三、四、五、六、もう一度書きます。一、二、 3456それではこの漢字を使った例を見てみましょう。訓読みは「まか」です。ま、かせるは 動詞として使われています。まかと読むときの例は、まかせる。仕事をまかせるです。音読みは、にんです。にんと読むときは、仕事や役目という意味を表します。にんと読むときの例は、にんち。 上任、就任です。次はこちらの漢字です。訓読みはありません。音読みは、きゅうです。皆さんも読んでみてください。きゅう、きゅう、 この漢字は十二画です。一、二、三、四、五、六、七、八、 九、十、十一、十二、もう一度書きます。一、二、三、四、五、 それではこの漢字を使った例を見てみましょう。音読みは「9」です。 よく名詞の中で使われ手当という意味を表します給と読む時の例は給料、月給、時給ですでは少し練習しましょうこれから表示される練習問題の 正しい答えを選んでください。 いかがでしたかでは、正解を見てみましょう。1、職業2、初任給3、認知4、職種 5給料。6常任。